はい、どうも億万長者翼です。ですね、キヤノンのひっくり返るような給料について語ります。まあ、キヤノンとは、まあ、皆さんご存知の通りプリンターやカメラを主に取り扱っている会社で、平均勤続年数も 18.3 年と長く安定して勤めることができる会社であるとのことですね。まあ、キヤノンプリンターとかあんなよくありますね。はい、ありますね。はい、で、年度別平均年収はこのような形ですね。まあ、750万円から760万円ほどでしょうか。はい、まあ、徐々に上がってきている感じですかね。で、次は年齢別平均年収に行きます。こちらですね。年収サイトと有価証券報告書より、20代前半が420万円ほど、20代後半が620万円ほど、30代が700万円台中盤から後半ぐらいですかね。40代が840万円から920万円ほどですかね。で、50代が900万円台後半から900万円台中盤から920万円ほどですね。60代が590万円ほどですね。はい。ただいまね、プレゼント企画やってますので、よければ近日中の動画からご参加をお願いします。Amazon ギフトカードが当たります。Twitter もやってますので、ね、チャンネルホーム概要欄 に URL 貼ってますので、よければそちらからフォローお待ちしてます。では、終わります。